手前側がワルドナー、そして向こう側がフランスのサウスポーのラティアンです。 JW、これがワルドナーです。ヤン・オベ・ワルドナー、 JW がワルドナー、そして J ・フィリップ・ガティアン、 JG がガティアンです。ワン・ツー、ワン・ツー、ワールドナーがワンポイントリードしています。このワールドナー選手ですね、はい、まあ、今回パーソン選手と2人で、まあ、スウェーデンに来ているわけなんですが、パーソン選手が今一つ不調なんですけれども、このワールドナーは堅実なプレー見せますね。そうですね、もう89年のドルトムント大会の世界チャンピオンでもありますし、はい、非常にもうゲームの達人と言ってもいいと思うんですけども、非常にあの技術も非常にうまいんですけども、そういった間合い、ゲーム巧者ですよ、はい、一方のこのガティアンですね、フランス、今世界ランク6位ですけれども、はい、最近ここ 1,2 年ですね、伸び盛りな選手です、はい、非常にあの反応の良さがあのセールスポイントなんですけども、はい、打球点の速い攻撃が非常に得意です、はい、左右に振ります。今度は前後に振る、2-8、6ポイント、ワルドナーリードしています。第1ゲームは21対19でワルドナーが取っております。ちょっと前半ワルドナーペースですね。この相手を自分のペースに引き込むというのもやっぱりワルドナーの、そうですね、非常にあの相手をよく見てるんですね。あのボールを拾いに行くときとか、ボールを取ってからコートに入るまでの相手の姿をよく見てまして、その何秒かのところであの心理分析をしてしまうというような、本当に頭の中にコンピューターが入ってるような、あのゲームの達人ですね、ラティアンのポイント、4点6ポイント、このワルドナーがリードしています。このサウスポーと対戦するときですね、はい、まあ、ワルドナー側からいきますと、こうどんなところが気をつけなければいけないところなんですかね。そうですね、非常にあのバックに甘いボールを送りますと、はい、あのバックハンドドライブで一発で持っていかれる可能性がありますので、非常にあのバックに持っていくときにあのイージーなボールを送らないように注意していると思いますね、はい、その辺はもう当然あのスウェーデンにもサウスポーの選手いますので、はい、まあ、リンド、アペルグレンという左の選手がスウェーデンのチームにいますので、非常に慣れていると思いますね、はい、これはワルドナーのミス。25歳のこのワルドナー、15歳から世界選手権に出場しております。まあ、25歳ですけれどもベテランと言っていいんでしょうね。そうですね、もう16歳の頃からあのスウェーデンのナショナルチームのトップ選手として出てきてますので、約10年間は、代表する選手ですね、はい、今年の世界選手権シングルスの2位、前回が1位、前々回が2位と素晴らしい成績を持っております。手前側のワルドナー、89年にソウルで開かれました第1回 IOC 会長杯の優勝者でもあります。冷静なワルドナー、そしてこちら側がガティアン、これはネット8-16、8ポイント差。第1ゲームは21対19と競ったんですが、第2ゲームはワルドナーペースです。17-8、体調よりも、はい、今日の体調の方が多分いいと思うんですね、だいたいスウェーデンですから約8時間の時差がありますので、今日あたりはだいぶ時差も取れてきまして、はい、集中力のあるプレーができるようになっていると思います、まあ、確かに昨日は少し、まあ、パーソンもそうだったんですけれども、ワールドナーもこう首をかしげるシーンといいますかね、何回かこう見られたんですかね、とにかく2人ともサービスの時間が早いですから、ポン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 点が入ります。第2ゲームのマッチポイント 10-20、ガティアンのサービス、これは入っています。結局第2ゲームはご覧のように21対10でワールドナーが取っております。どうなんでしょう、第1ゲームは21、19と競ったんですが、
この第2ゲームはもう完全にワルドナーですね。もう相手の出方を少し観察してますので、はい、大体そうなるとワルドナーのペースになってしまいますね。スウェーデンのコーチ、そして手前側には、負けてしまいましたがパーソンもこのベンチサイドに来ております。このパーソンとワルドナーというのは、まあ、年も同じですし、大変その練習相手には、まあ、2人とも恵まれてますね。そうですね、あの強いものと練習やるのが一番の練習ですから、はい、そういう意味では本当に今スウェーデンチームは強いですね。ご覧のようにワインカラーの床、そしてブルーの卓球台です。そしてオレンジイエローボール、まあ、以前は卓球には白いユニフォームが、まあ、着ることはできなかったんですがね、オレンジイエローボールで白いユニフォームも着ることができるようになりました。非常にカラフルになっていましたね。さあ第3ゲームです。ここまで2対0、ワルドナーが第1第2ゲームを取っております。このワルドナーのサービス その打つ瞬間というのはどうなんでしょう。 こちら側から見えるものなんですか。あれ左の選手ですと非常に見づらいと思いますね、インパクトの時必ず多分腕で隠してると思いますね、そうするとどういった回転かというのを見分けるのが非常に困難だと思いますね、はい、第1第2ゲームよりは幾分ガティアンはフォア側に構えてますね。はははの構えを、バックサイド寄りに構えてますと全く見えないという状態になフランスのガティアン、そして向こう側がスウェーデンのワルドナー。ご覧のように四隅にはボールパーソンが配置されております。これは地元松本市の高校生の卓球部員の皆さん、1ゲームずつ交代してこの四隅にボールパーソンについてるんですが、まあ、これは高校生世界トップレベルの試合をこう一番近くで見れるんですから、これは楽しみなんですね。息遣いまで分かりますから、これはいい経験ですね。そうですね、まあ、松本志向も大変卓球の盛んなところになってきましたので、まあ、こういうプレーを見てぜひまたこの全日本の代表選手になれるようなね、そういう選手が育ってくれるといいんですがね。これはガティアンの速いバックハンド、スマッシュ決まりました。5ボール、星のマーク2つついておりますが、これはワルドナーが第1第2ゲームを取った印です。5-6、ガティアンがワンポイントリード。同じモーションから5種類ぐらいのサービスを出せるんですね、ワルドナーは。非常にレシーバーからしてみると難しいんです、それもクロスに行くのとストレートに行くのと短い長いがありますから、はい、このサービスって、ね、やはりあのワルドナーなどは中国でこうやっぱり一生懸命学んだというようなことも聞きましたけどね、彼が14歳の時に、中国に約3週間ですかね、はい、行きまして、その時非常に中国の選手サーブがうまかったんです、でそこにあのリンド選手と一緒に学びに行ったんですね、それから非常にサービスがうまくなりました、はい、ヨーロッパの選手はほとんどスウェーデンの選手を手本にしてますので、そういうことで同じようなサービスをガティアン選手も出していますね。9オール、第3ゲームは中盤まで競り合っております。少し汗が落ちたんでしょうか。このコートの上を拭いております。手前に五輪のマークがこう書かれております。ブルーの綺麗な卓球台です。ガティアンのサービス左右に振るんですが、これはアウト。10-9、ガティアンのサービスですが、これはアウト。10オール、うまく自分のペースに入れよう入れようと思ってますね、この辺そのワルドナーもすぐサービスを出してきますね。
もう相手のペースにならないようにならないようにというサーブを出していく、そういった間合いが非常にうまいんですね。あ、こうすぐ打ちますね、はい、これどうなんでしょう、やはり選手としてはあの対戦相手はもう少し間が欲しいところがあるんですけども、先に構えられてしまいますと、無造作に入ってしまうときがあるんですね、そういうふうに自分のペースに入れていくのが非常にうまいです。完全に逆をついています。ワルドナー10オールから一挙に5点を追加しました。10-15、今度いつの間にかガティアもそのペースになっていますね。これはワールドナーのミス。 11-16、 バックの打ち合いフォア、これはガティアのミス。 11-17、 6ポイント差。第1ゲームが21-19、第2ゲームが21-10でワールドナー、これが第3ゲームですが、これは見事ガティアン今みたいなライジングボールの上昇気を捉える打ち方が非常にうまいんです。ガティアン選手は18-12、 6ポイント差。男子の準決勝の第2試合です。向こう側が第1回の IOC 会長杯で優勝しているワールドナー、手前がフランスのガティアンです。これは入っていません。いいレシーブでしたね。ちょっとうまくいかないなということで、しかしまだ余裕があります。向こうがワールドナー、これはガティアンのミス。20-14、これでマッチポイント。これはミス。結局第3ゲームはご覧のように21-14でワールドナーが取りました。ゲームカウント3-0でワールドナーがガティアンを下しました。